代わってリンクにはチェコのトマス・ベルナーが登場しました。15歳チェコの新星です。本当に見るからに初々しい表情で登場しました。トリプルルッツ、ダブルトーループ。アクセルは3回転。トリプルフリップ、やはり2番目にトリプルアクセル持ってくるっていうのは、やはり1回体を慣らしておいて、はい、そして2番目のジャンプでトリプルアクセルっていう、やはりそういう方法もあるんですよね。確かにこの出だしの3つのジャンプをうまくクリアできるかどうかは、4分半の中で相当大きなウエイトを占めてるでしょうからね。そうですね。まだジュニアかなという、まあ、スケーティングですよね。確かにジャンプ力はあっても、このステップだとか全体の体のこなし、そういったものはやはり年輪といいますか、何年かの経験がかなり大きく左右するんでしょうね。そうですね。本当に観客の前で滑っていく回数が多くなればなるほど、こうやはり自分自身がこう練れてきて味のあるスケートができる、はい、まあ、それなりにももちろん練習して努力しなければいけないんですけども、はい、ですからこういうフィルムを撮っといて、ええ、あと5年ぐらい経って、まあ、どんな風に成長するかっていうのも、うん、すごく勉強には、本人の勉強にはなるでしょうね。トリプルループは失敗です。チェコもチェコとスロバクと2つに分かれましたよね、はい、ですからやはり今まで1つの国が2つに分かれたということもあって、やはり選手を育てるのは大変だと思うんですね。トリプルサルコーは綺麗に降りました。逆にドイツは逆に統合されたので、その時には、はい、選手を選ぶのが大変だったと思うんですけど、これも綺麗に降りました。終盤になってみんなダブルアクセルとかトリプルトーとか
まああのまあ、確実性のものがあるもののジャンプ飛びますよね、でそこで今みたいにミスしてしまって、そして最後のエンディングにスピンを持ってくる、で最後やっぱミスするっていうのはそのジャッジ側としては、そのコンマ1足すか足さないかになる、なりますから、なるほど、最後の終盤っていうのはやっぱり確実にジャンプをきちっ と飛ぶっていうことが、まあ、必須条件でしょうね、したがって最後のあのアクセルもトリプルをきちっと降りられるとかなり高得点が期待できたんですが、スローモーションでご覧いただきます。これは最初のコンビネーションですね。後の方はトリプル、ダブル、ダブル、トリプルダブルですね。ですね。はい。これでトリプルアクセルが降りてますから。はい。確かに今のジャンプを見てましても、ジャンプの能力はかなり優れたものを秘めているように思いますが、全体の動きを見るとやはり滑ることと体のこなれ方というのが何かこうマッチングしてないところもありますよね。そうですね、ですから、ま、ジュニアの時代は、飛ぶところは飛ぶところできちっとそこで何て言うんですか、集中して飛ぶようにして、ステップだとかフットワークは別のところで見せて、そしてプログラムを構成していくと、割と成功率が高いんですけども、ステップを踏みながらジャンプをしていってるっていうことは、なんか確実性が出てこないんですよね、まだ小さいなうちは。なるほどね。まあ、ヤグージンとかプルシェンコになったらフットワークから飛んでいくという形でも、もちろんできるんですけども、やはり成長過程でどういうプログラムを組んでその人の一番いい要素を見せていくかという、そのあたりの工夫もかなり採点には大きいですね。はい、ですから勝つためのこの戦略というのは、当然、まあ、先生も考えているとは思うんですけども、4点台 4.9 が1人おりますが、最高が 5.4、やはり15歳、キャリアということもあるんでしょうか、セカンドマークがかなり下がってしまいました。この表情はどういうふうに理解したらいいですか。ですかね、良かったということなんですかね。良かったということなんでしょうかね。まあ、これは初出場ですよね、15歳ですから。